はい、あの、木曜ドスコイはね、木曜日を卒業します。はい、木曜日卒業。はい、どういうことかというと、ドスコイは今まで木曜日と日曜日にね、生配信したんですけどね、10時から、木曜日と日曜日に10時からそう生配信したんですけども、えー、それを木曜日をやめます。で、日曜日のみにします。はい、うん。 そういういことです。<laughs> それだけなんですけどそれをあの木曜日を卒業しますっていうまああのまあそういうね表現にしたんですけども「うん、こんばんはそして卒業おめでとうまたの復活をお願いします」はいまああのだからコロナがひどくなってきたらまた木曜日復活するかもしれないですねあと木曜日にするっていうのをあの定例じゃないようにするだけで別にあの気が向いたら普通に週2回も3回も生死することもあるかもしれないのでうん そそそうそうそうあのゲリラの生配信はね何回やっても,も問題問題ないっていうかその負担にならないのでねそう,そう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 だから別に生配が嫌いになったってわけでもないのでねそう,そう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 。